今日もお仕事お疲れ様。ご飯にする？お風呂にする？それとも、おりちゃん、うん、復活したよオリジンチャンプ始まりましたよということで、本日担当いたしますのは劇団オデジョイのコッチタカコとオリジンタレントのアーリーです。よろしくお願いします。いやもう先週ねボロボロだったじゃないですか。ボロボロだったじゃないですか。大丈夫ですか？元気になったよ。元気になってるんで目が治ったよ。眼帯してね、右目を負傷しました。よかったです。そう、そういう時期ってありますよね。もうリエさんが会った瞬間、あもうあんたよ怪我しすぎじゃないめっちゃ怒られた。恥ずかしい。でもこれはどうにでもできないですからね。もう目は、うん、そう急だったから、なりたくてなったわけじゃないし。ありがとうございます。生きてます。高子さん復活で、私生きてます。はい、ツイキャス、あ、お久しぶりですね。みゆさん、こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。さあ、今日のね、沖縄はね、久しぶりに太陽が出ておりますよ。あったかい。昼間暑かったし、クーラーつけてます。暑い。でも、家の中寒い感じです。うん、クーラーつけてました。窓開けてました。羽織ってたんで脱げよって思う。脱いだら別にクーラーつけなくてもいいじゃんって思ったんですけど。皆さんのところ天気いかがでしょうか。はい、もう5時ですので、運転には気をつけてこのラジオ楽しんでいただけたらなと思います。事故がないように私はおにぎりを食べてました。いつものように放送事故がないようにおにぎりを食べてました、はい、そしたらですね、あのスタッフさんからあの FM 那覇のスタッフより、皆さんにホワイトどうぞっていうことでね、あんマカロンいただきました。やったー、ありがとうございます。あの私たちの色のチョイスがね渋すぎる。ピンクとか黄色とかね、あったのに、あの私茶色、私はあの抹茶 の、 あの緑というか二人ともちょっと可愛い色を選べてるかも。でも私たちらしくないですか。そうですか。もう水曜日らしい色を選んでありがとうございます。ありがとうございます。あのいただきたいと思います、はい、番組中、はい、ありがとうございます、はい、さあ本日のトークテーマですが、はい、本日はアリホワイトデーの品物です。品物そのままやないか。まあね、ホワイトデー何あげたとか何もらったとか、うん、聞けたら嬉しいです。ありますよね、そういうのね。ぜひぜひ皆さんホワイトで、はい、何あげたよでもいいですよ、うん、すごいこれあげて喜ばれましたとかさ、うん、歴代ランキングとかあればぜひぜひ聞きたいです ね、 ね、送ってください。メールアドレスはorigin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp です。こちら
ツイキャスも配信しております、はい、あとあとユースト、うん、動画の方も配信しておりますよ。先ほど私は本番直前でリスナーさんの旧具志川市の俺さんからオリジンチャンプルオリジンアワーへ差し入れということで段ボールいっぱいにうまい棒がありがとうございます。それをね引っこ抜いてね食べてましたうまい棒おいしいユーストご覧になられてた方は 見られてたと思います、うん、はい、ありがとうございます。オレさん、オレさんありがとうございます。アーリーはホワイトデーいただきましたか？ホワイトデーは代理店の方からもらいました代理店あ、でも嬉しいですね、はい、代理店の方、はい、今日いただきました。さすがですよね。 ありがとうございます。もう本当にもらえると思ってなかったので、うん、なんか自分の友達のツイッターとか、まあ、SNS ではなんか、はい、超盛り上がってたんですよ。なんかもらったとかなんかいっぱいなんかあげてて、あら、あら、私はちょっと誰からももらってないぞと思って。あら、そう、あらららら、ほんとよ、ほんとよ、ほんとよ。まあうちはね劇団オゼがありますからね、うん、はい、オゼメンバーとあと代表社長の代表からありましたよ、うん、昨日代表でねこれ言ったら怒られるんだと思うんだけど代表が、うん、木曜担当しています、まあ、マネージャーでも役者でもある秋山ひとみ、うん、はい、ヒートにこれホワイトデーって言って、うん、渡したらしい、はい、ん？って思って買ってきてって言われたって嘘でしょ？買ってきてこれホワイトデー買ってきてって言われて、でヒートが好き、あ、ヒートがチョイスしたあの新都心ロールって言うんですか、はいはいはい、でっかいやつあれをちゃんと女子の人数分切ってもらってって用意してくれてました。そうなんだなんか変な変なですねなんか変なと思ってでもあれですかね、うん、ちょっと恥ずかしかったんですかね、自分で買うのも代表。まあそうね、うん、うん、そうかもしれませんねっていうことにしとき、はい、しとく。そういうことにみゆさん、ね、っていやいやそこは自分で買わなきゃでしょってまあ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 、ちょっと社長だから、うん、忙しいんだったんだと思いますよ。いろんなところにお返しあったかもしれませんかね、うん、うちの代表イケメンなんでね。でも代表ならではのなんかホワイトデーの、うん、ね、なんか技とかありそうじゃないですか。あーね、そういうの期待してしまいますよね、イケメンだから。だって今まで今までちょっとイケメンって言ってちょっと許してもらう一応イケメン連発しとこうかなみたいな。イケメンだから本当イケメンですよね、イケメンだから。イケメンだからやることもイケメンなんじゃないかなと、うん、思いますけど、あとうちの劇団員からのお返しは手作りスイーツでした。なんだと、渡嘉敷直隆という若手がいるんですけど、はい、うちその直ちゃんが作ってきてくれたんです。そうでしょ。チョコタルト、はい、チョコタルトとスイートポテト、はい、作ってきてくれて、なんか女子力高い。なんかねこのお重に入ってて、二段重ねのお重で、でこうやって皆さんでどうぞって言って、え、何買ってきたの、どうしたのって言ったら、いや作ったんです。は、自分で、自分、え、お母さんに作ってもらったって言ったら、自分で、俺好きなんですよって。いやいやいや、男の子にそういうことされたらちょっともう、ね、ダメだよ。じゃあ、次は私たち手作りですか。そうですよ、ハードルが上がる。めっちゃ、でも美味しかったです。素敵だもん、でも料理できる男性。あ、でもスイーツ男子だから。スイーツ男子お菓子はね、どうにでもなるんですよ辛口たか子さん、お菓子はどうにでもなる。まあまあ、本当に気持ちが入ってね、いや素敵、お返しをいただきました。深夜さんは、あ、だからなんかそのなおちゃんがそのオゼの男子全員からっていうことで、なおちゃんが代表して作ってたみたいなんですけど、ん、もう多分そこでもうオゼ男子はなんだろう、影になり
もうなおちゃんがピカピカキラキラになって、それでいいんですね。あ、なおちゃんが作ったんだ、なおちゃんありがとうってなって、他の男子にありがとうって言ってないみたいな。でもそうなっちゃいますよね。そしたらなおちゃんが、いやいや、あのこれはあの尾瀬男子からですって言って言ってくれて、まあまあまあありがとうねって。いや素敵ですね。じゃあ個人的に枕をもらいましたけどね。枕、ホワイトデーのお返し何がいいですかって聞かれて、あのシャンパン、はい、あもう本当にドンペリとかピンドンとか、とかか、もしくは枕、はあ、どっちがいいですかって言って、うん、って思う。枕ってなんかすごいですね。そう、多分あのなんでしょうね、上等枕なんでしょうね、よくわからないんですけど、と思って、シャンパンすぐなくなるしなと。枕は使いますからね。枕、まあ、別にお家にもあるけどなと思って、新しい枕にしちゃおっかなって、まあ、じゃあ枕ってじゃあ枕でっつって枕もらいました。枕のプレゼントって斬新ですね、うん、なんか多分大きい枕だった、こんなで高さがあって、で そこまであの固くはないんです。アメリカのやつですか、なんかアメリカのなんかこんないっぱいある中の一つ、そんな感じですよ。いいですね。大きいのもらいました。あら、ありがとうございます。素敵。さあ皆さんのホワイトデーの品物、はい、何を差し上げたかとか、ぜひぜひお寄せくださいね。教えてくださいね。教えてください。なんと、はい、あれらしいです、あのホワイトで人気のお返しランキングが今年もあるそうです。本命編と義理チョコ編があります。聞きたいです、聞きたい。義理チョコ編、うん、いきましょう、はい。まず11位からいきます。お、はい、洋服、ギリチョコで洋服11位ね。嘘でしょ。えって思うじゃん。 A ですよ。 A でしょ、うん、で10位がアクセサリー、うんうん、これもちょっと A だな。9位がブランド物、うん、ギリチョコですよ。8位がお花、うんうん、7位がお食事、うん、6位がハンカチ、うん、で5位がマシュマロ、うん、4位がキャンディ、で3位がその他のお菓子。ざっくりしてる。よく、まあ義理チョコなので、うん、まあお菓子程度の、ね、うんうん、お返しでいいですよ、ですよ、ね、みたいな、うんうん、あと2位がクッキーで酢、うんうん、で本命はね、うん、11位がキャンディ、本命で、うん、で8位がちょっと同率であるんですけど、うん、お洋服とマシュマロとハンカチ、うん、で7位がお花、うん、6位がブランド物、うん、で5位がその他のお菓子、うんうん、4位がクッキー、うん、3位が食事、うん、2位がアクセサリー、うん、でこの本命とギリチョコの1位が一緒なんですよ。なんで、なんだと思いますか。シンプルにチョコ。あ、チョコ、これね、お返しはいらないっていうのが1位なんです。あ、これ女性目線ですか。はい、女性が期待するホワイトデーのお返しランキング、お返しはいらない。まあなんてできた女性たち、うん、いやなんかギリチョコでのあの、うん、お返しにあのお食事がランクインしてたじゃないですか、はいはい、これって男性側からしたら勘違いしません？そうね、うん、お返しは、あ、お返し、あ、お返しあれだと食事でいいなみたいな、絶対勘違いしますよね。行くって言ったら、おあれ、お、あれ俺ギリチョコであげたけど、あれだけ、え、お食事なります、あれっつってなりますよね、うん、なりますよ。本命より義理チョコのお返しの方が手が込んでいたり、うん、しっかり覚えていてくれたりする傾向があるようですよ、うん、男性は。あら素敵、あら素敵。欲しいものとしては特にお菓子が人気だそうです、うんうんうん、
で、あとお菓子以外で形に残らないものとしては、うんうん、ハンドクリームなど美容グッズが高評価とあります。いいですね。結構あの、うん、有名なものだったらいいですね。なんか有名というか、そうね、女性が本当に好きそうなものとか、ね、で、まあ、本命は、彼からホワイトデーに何が返ってくるのか、また何も返しがないことで、うん、相手があなたに対して大切にしているかどうかのバロメーターになる、うん、という計りがあるらしいです。計りがあるらしい。どうなんですかね。どうなんでしょう。あ、 あとね、はい、これ、うん、残念だったもの聞きたい。これは重要だ。お返しで、はい、残念だったものいきます。ギリチョコ編いきます、はいはい、10位、あまり知らないメーカーのチョコレートえ、これなんかどこの国のみたいなどうか、9位、はい、放送がされていないまま手渡し。あ、恥ずかしいんでしょうね多分、うん、8位、好きでない人から手紙付きでこれはきついや。それって本命じゃないんですか。いや、ギリチョコ編ですね、これ。あ、なんか、あ、まあ、なんつーのかな、うん、ちょっと、うんうん、好きじゃないっていうか、うんうん、普通に、まあまあ、うんうん、いい、生理的に受け付けられるとか、うんうんうん、いいっていう人が、一言のありがとうとか、っていうね、うん、のを添えるとか、うんうん、っていうの、いつも ありがとうって言って、これから仕事頑張ろうねみたいな一言あるんだったら、うん、その人からだったら別にいいんですけど、うん、なんだろうね、ちょっと一応、うん、挨拶だけでいいやっていう、うん、そうですね、人とか、ちょっと生理的に受け付けられないかなっていう人からだったらちょっと引くかもしれないです。まあそれはありますね。しかも長文とかだったらちょっときついかな。ですな。いやでも、うん、ホワイトデーだからもうこ、うん、もらったらもらってで、別にもう速攻からのまた、うん、まあ、嬉しいではありますね。お返しはないから、ね、ないから、はい、ここで終了ってなりますけど、では7位、はい、下着。嘘でしょ。ギリチョコである。なんか前もやってましたよね、バレンタインデーのお返しに、うん、ホワイトデーで下着もらったっていう、店長から下着もらったっていう人がいますよね。ああ、そういらっしゃいました。下着です。6位、直前に調達したと思われるお菓子。まあ、あーって思って、あ、今日ホワイトデーだった、忘れてたって、スーパーにさっと。いやでもそれがギリチョコなんじゃないんですか、うん、逆に、別にこれでいいけど、うんうんうん、あるんだってね、うんうん、お返しくださるんだっていうところですよね、うんうん、それだけで全然ありがとう。あれさ、うん、もらってないもんだって私たちスタッフさんにそうです、あげてないから、申し訳ない、 FM なあさん、申し訳ない、スタッフさんにバレンタインあげてないのに、あげてないのにいただいて、いただいて、申し訳ない、私たち何も言えない、あと5位、はい、よく知らないキャラクターの小物。なんかタレパンダみたいな、タレってないパンダみたいなのとかですか。なんかいろんなのがねドラえもんチックなドラえもんじゃないみたいな怪しいやつ、怪しいやつ、あれはな、物はちょっと自分は、うん、でなんかね、うん、キーホルダーとかっていうのだと、どうしよう、使わないといけないのかしらと。それはありますね、キーホルダーとかは。でなんかね、それつけてると、うん、カバンにつけてたり、そうそうそう、鍵につけてたりすると、お、あれこれ使ってくれ、あ、ずっとあれっつって使ってくれ、あ、鍵っていうこと、花見離さず使ってくれ、そうそうそう、違う、なっちゃいますよね、っていうのもちょっと怖いですよね、うん、あと良い、趣味ではないアクセサリーこれ重要なんだよな。ギリチョコのお返しであげるのはすごいですよね、うん、アクセサリー。でもそれはすごいと思う。だから、はい、そのギリチョコをもらっ
って、いや僕にあの振り向かせようとかって頑張ったかもしれないですよね。うん、まあ、なるほど。うん、あと3位、はい、箱詰めのお菓子を皆さんへとまとめていいじゃん、別にいいじゃん、いいじゃん、その方が例えばさ、いろんなさ種類のさお菓子があったりとかしていいじゃん、うん、なんか多くを求めすぎなんでしょうね、うんうん、いや、うん、それはダメよね、うん、だってギリチョコなんだから別に、うん、ギリじゃないですか、うん、別に、まあ、ギリチョコにお金かけすぎたのかな、うん、なんか期待してたんでしょうかね、うん、だったらもうリクエスト自分で言った方がいいですよね、うんうん、あとは趣味ではないハンカチハンカチだからいいんじゃないですか、ね、いいじゃないわかんない、まあんまりこだわりがないから自分は、まあ、あね、ちょっと、あ、うん、ちょっとこれは私のカラーではないかしらって思ったらね、お母さんにあげて、うん、別にねうん、あいつってで、1位がこちらが渡したものより明らかに金額が低いもの、別にこれもダメだよ、もうこんなその時点でも見返りを求めちゃってるから、ほんとほんとダメですよね、それが残念だったランキングの1位だそうです。その答えも残念だな、ちょっと女子怖いわ、女子怖いよ。さあ、本日のトークテーマは、はい、ホワイトデーの品物となっております。こういうランキングも耳が痛いだろうけれども、来年に生かしてください、皆さんからのメールお待ちしております。 よ、メールアドレスは origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp です。それでは一旦 CM です。この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。キャー助けて、いや叫んでも無駄だ、さあ悪いことをしてやるぞ。ちょっと待てあ、この声はちょっと待て、すぐ行くからな、今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。まだですか、もうちょっと待て、そういえばシャンプーも切れてたな、すぐ行くぞ、洗剤も安いな。いや早く来い、良い品をいつも安くビッグワン。はいどうも、リップサービスです。江森さん今日も顔が大きいですね。いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ、お前良い品たくさん並べたろか。お、今日も滑り知らず。当たり前や、お前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。良い品をいつも安くビッグワン。ニュースのコーナーです。はい、このコーナーではですね、今巷で話題になっていることとかを触れていきたいと思いますよ。よろしくお願いします。お願いします。なんとですね、今日私は、はい、あの、はい、テレビで見たんですけど、はい、元スマップの中居正広さんが熱愛報道ということで、おー、ね、やっぱいたんだよ、みんな隠してるんだよ。そうだよ、みんな隠してるんだよ。でもあれですよね、坂上さんが、うん、中居くんはなんか僕よりも結婚不適合者とか言ってましたよねそうなんだ、あの同じ部屋に、うん、あのもう女性がいるのかも、なんか長時間いられたら本当に困るみたいな。じゃあどうすんの、これからどうしていくの。まあでもこの方とはうまくいってるっていうことなんですよね、うん、お付き合いだけなんですか今は。そうです、なんかお付き合いだ、同棲してたりとかっていう。同棲はちょっと切れてないですね。で、この方はですね、ダンサーで振付師だそうです。で、32歳、一回り違う。交際期間は約5年、うん、で、なんと安室奈美恵さんとかの、うん、バックダンサー、うん、も務めてて、あの人気アイドルグループの振り付けもされているそうです。すごい。
でね、あの中井くんもね、ダンス好きです。そうですよね、いいカップルじゃないでしょうか。それで意気投合されたんでしょうね。うん、ね、ほらなんかね、入院されたりとかさ、そうなんですよ、してたじゃないですか。大変なんね、まあ、数年前はお父様なんかされたりとかして、まあでもこの方がいたからお子さんになったんでしょうな。いいですね、なんかもう早く結婚してほしいですね。うん、体調的にも気になるし。そうですよね、うん、なんかみんないるじゃん、みんないるじゃん、みんないるじゃん。あのでもあれなんですよね、あのプロ彼女っていうんですか、プロ彼女っていうんですよね、っていうんですよね。私聞きました、プロ彼女。はい、あの芸能人とお付き合いされる方、プロ彼女って呼ばれているそうです。それは 何がプロかというと、もう本当に隠す、誰にも言わない、事務所も一緒になって隠す。すごい。で、あの抜かれたりとか、はいはい、あの報道されたりとかする場合はですね、なんか本当の彼女じゃない時もあるか、あの何かハニートラップ的なものに引っ掛けられた的な、それが一番嫌じゃないですか。のもあるそうです。ほら複雑ですね。怖いね。だってそれでこの彼氏の浮気を報道で知るわけですよね。知る時もあるわけ。最悪だな。知らない時もある。もう嫌だなこんなの。そうなの。プロ彼女、プロ彼女はすごいですね。すごい、なんかあのちゃんとね、事務所もね、あのこういうと気をつけてこうで、まあね、このタレントにのなんだイメージとかさ、うんうんうん、あるから、うん、それにあのなんだろう、傷つけないようにっていうものと、うんうん、あとまあイメージね、本人がそこでこの彼女がいるおかげでお仕事も頑張ってて、モチベーションが高くなるっていう要因であれば、あの応援すると思う。だからあれって言ってました、事務所の人間が送り迎えしたりとか。へえ、でもそれってなったら本当に相当一流の芸能人とかの彼女になるんですよ。聞いたのは一流でした。うわ、一流のでした。うわ、ジャンルは言いませんが一流でした。そういうのがあるんだ。わお、すごい。そんな芸中井さん、中井さんね、しっかり愛を育んで結婚してほしいですね。さあ、うん、続けまして、うん、あはい、どうぞ。ロンドンブーツの1号2号の田村敦史さんじゃないですか。はいはいはい、家族のですね、写真や動画を無断撮影してネット上にアップする行為をですね、やめてほしいということを呼びかけたそうです。そうだよね、本人はいいけど、うん、そう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 、家族はね、かわいそうですよね。見てるわけでもないし、そういうお仕事しているってわけじゃないですからね。もう顔がもうアップされるという、とかさ、なんかさ、いろいろ想像しちゃうんですけど、こういうふうに子供とか、あの、移されてから、誘拐とかどうしましょうって思いません？それはありますね。思いません？なんかもう大物とかに、だって今の時代あんまり誘拐とか聞かないけど、ありえなくないじゃん。もう触れそうじゃない、面白いヒントがね、とか、なんかいたずらされたりとか、かわいそうですって思ったりとか、怖いね。というのでね、顔バレとか、なんか最近あんまりプライバシーとかもなんか、うんうんね、あ、なんだろう、歩いててカクカクカクって撮ったりとかっていう、 それひどいですよね。まあ芸人だから何やってもいいとかってこともないですから、そう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 、
ダメですよ、そういうのはね。ちゃんと逆にされたらどうなんだっていう話ですからね。それをちょっと皆さん考えてということで、そうですよね、うん、で、なんかもう家族はもう撮影、うん、しない代わりにも自分のことはもういくらでも撮影していいよって言ってるそうで、うんうんうん、ね、私たちもちょっと気をつけないといけないですまあ、それ私は別に家族持ってないんで高子さん 今から家族を作ります。 今からです高子さん今から家族作りますから大丈夫です、はい、なんかちょっと寂しくなりましたねはい、はい、以上ニュースのコーナーでした。はいはい、ウケる。家族を高子さん作りましょう、はい、家族を作るためのこのコーナーやってまいりました。いきますよ。右手を上げろはい、このコーナーですね、うんうん、劇団大勢女優のコーチ高子が、はい、結婚への道として幸せになるために皆様から念を送ってもらい、で他力本願で結婚していこうというあざといコーナーでございますあざといって、FM 那覇の方向に向かって、うん、三重橋駅近くにございます、うん、FM 那覇の方向に向かって右手を上げてもらい念を送ってもらう、はい、まあ、念の内容が、うん、高子さん幸せになれ、うん、高子さん幸せな方と幸せな結婚ができますように、うん、素敵な方と出会えますように、うん、たくさんのことを大事にしてくれて、うん、家族のことも大事にしてくれて、うん、なおかつご自身の家族も大事にしてくれる方、うん、はい、料理ができる方、うん、はい、お金持ちの方、うん、はい、タバコを吸わない方、うん、お酒がおたしなむ程度に飲める方、うんうん、はい、いきますよ。袖のある服を着ている方大事ですね。そこ大事、大事です。短パンタンクトップで一緒に国際通り歩こうって言われたらどうします？あー無理これで迎えに来たらどうします？タカちゃん迎え来たよっつってこっちの FM 那覇の前に車止めてから出てきたらどうします？今車止まってる感じな感じで、うん、そう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 、出てこないで生放送してる時に出てこないでっていういいいい出てこない、なんか羽織ってっつって高子さん短気な人は嫌じゃないですか？嫌、横柄な人も嫌、すぐ怒る人は嫌だな、はい、包容力のある方、そう、優しい優しい方がいいね、優しい。一応これは宗教でも何でもないので、うん、壺打ったりブレスレット打ったりネックレス打ったりはしておりません鼻水出そうなでお金振り込んでくださいとかそんなのもありません。ただ念を送るだけなんです。高子さん幸せになってほしいなっていうこの念ですね。ほらどうでしょう、これは誰でもできます。そうなんです、5歳の子でもできますやばい、子供にもさせようとして90歳の方でもできますやばい、よろしいですか皆さん、準備はよろしいでしょうか。それではいきますよ。右手を上げろーつってな、さあどんどん念を送ってください。私めに念を送ってください。あ、みゆさん手を上げていただいてる、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。一応本当に記者会見するからね金屏風を取りに行きますよ。私金屏風を背にカメラ持ってこっちのカシャカシャカシャ FM 那覇のスタジオで、その時はもうお相手の方も一緒に、いやいやいや、あれですよ、いつものなんか似顔絵みたいなやりますよ。ヒップさんがやったやつ、似顔絵みたいな感じでやりますから、うんうん、私画伯なんですごいことになると思いますみたいです。よし、今日どうですか念は。今日はね、なんかあったかい感じがします。やっぱりね、ポカポカ天気だからね、なんかね、うん、うん、スッと入ってきますね、うん、
皆さん洗濯物あの取り込みながらでもいいので、ね、はい、ありがとうございます。はい、いやこれでねいけるわ。お、今年いけると思う。今年いける、うん、今年いけると思う。高岡さんあんま言わない方がいいです、うん、なんでえ、なんでえ、なんでなんでえ、なに、え、なに、ちょっとあの、うん、2、3年はちょっとあれね。ん、何だって今年またで何でもないです。高子さん今年できなかったらどうするんですかっていうことですか。何でもないです、すいませんでした。っていうことっていうことなんですか。どうなんですか。いやいやいや怖い。本当にね、はい、袖は大切ですからね。そうそうそう、これはこればっかりはね、風邪ひいちゃうよ、うん、どんなにあの他の条件があってても、うん、俺はタンクトップ命だからっていう人は高子さん NG ですからね、うん、どんなにお金持ちでも、はいはい、その余ったお金でタンクトップの縫い付けられますからね、高子さんに、はい、よろしくお願いします。了解しました、はい、では、はい、皆さんから念をいただいたので、うん、お返しとしてお、これいきたいと思います。待ってました。いきますよ。ハッピーウェディングを手に入れる365日のメールレッスン本日191日目。本当に着々と進んでますね。さあ、彼が何かに悩んでる時の対処法、うん、女性は悩みができた時、または何か問題が起こった時、うん、誰かに話を聞いてもらおうと、うん、もらうと安心するのではないでしょうか。安心します。女性はね、こう吐き出すっていうので言いたいの、解消されるのがほとんどでございます。誰かには、この時パートナーの男性に受け止めてもらうと、それだけで大切にされていると感じるかもしれません。そうなのよ。しかし男性も状況によっては女性の悩みを受け止められないこともあります、うん、そんな時女性は孤独に感じたり、うん、悲しくなってしまうかもしれません。なる。一方男性は自分の悩みを聞いてもらって安心するということはあまりないかもしれません、うん、抱えている問題が大きいほど話ができなくなります、うん、女性のように気持ちを全部話して楽になってすっきりするというのはあまりしません、うんうんうん、ですので男性が口数が少なくなって一人でこもってしまうときは彼なりに何か悩んでいるかもしれません、うん、ですがこのとき女性は自分の方が不安になるので、なんとか彼の力になりたいと彼にいろいろ聞いたり口を挟んでアドバイスをしてしたくなってしまうのです、うんうん、こんな時男性の心理は母親に叱られているような気になり、うん、うるさいなと不快に感じてしまうのです、うんうん、男性が自分一人で解決しようとこもっている時は彼を信頼して見守る姿勢も大切かもしれません、うんうん、まあね、はい、女の人はね、あの相談しても答えは決まってますからね、うん、そうそうそう、決まってんだよ。そうそうそう、吐き出してすっきりしたいだ、そうそうそう、だけ背中を押してほしいんですよね。そうそうそう、女性は、彼が悩みを抱えている時や問題に直面している時は女性が、うるさく言われずにゆったりと構えて温かく見守ってあげていると、彼にとって何があっても安心して戻れる場所があなたのところだと感じられるのです、うん、なるほどね、なるほどね、港になれってか、でも、まあ、港になれってかとかまあこの内容にもよりますけどね、この悩んでる内容とか、はい、ね、いろいろありますよね。ありがとうございました、うん、はい、らしいですよ、まあ、私は、うん、どっちか、あのほっとくタイプです。あ、じゃあいいじゃないですか。いや、あのほっとくタイプですどうしたも聞かないですか。あ、お腹すいた高子さん意外になんかあれですよね、男性っぽいですよねどういう意味ですか。なんかあのイケメン、あ、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、イケメン、ありがとうございます。でもうじうじガールだからね、
うじうじガール、うん、うじうじするときうじうじするからね。なんかすいた。いやいや、それはだだっこねでしょ。それでは一旦 CM でーす。ビッグアンデの買い物楽しみだな。え、ニーニー。あ、ヤンキーだ。だ、ジンカリオ。いや、僕今日お金持ってないんですよ。ほらよや、今からビッグアンで買い物する人がジン持ってないだるかやだ、持ってこい。いや、本当です。ビッグアンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。だ、やり方ならおよいしなをいつも安くビッグアン。ただいま。オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。何かを待つかのように78.0。 この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。はい。FM 那覇から生放送でお届けしております。水曜オリジンチャンプル、本日担当しておりますのは、はい、劇団おぜ女優のコーチ高子とオリジンタレントのアリーです。はい、よろしくお願いします。あんまカロン美味しかった。今食べてます。めっちゃ美味しい。美味しかったです。ありがとうございます、スタッフの皆様。こんなのもあるんですね。ね、いいお味でしたわ。うん、ではこちら行きますよ。はい、メール紹介していきます。皆さん、ハイサイ。ハイタイ。ハイタイ。タカコさん、タカコさん、3月15日になっちゃいましたよ。うん、3月15日といえば、アーリーさんですよ。3月15日、最高みたいな感じですか？タカコさん、こんなのあれですよね。アーリーやりよった。引かれてる高子さん。マリオった、超ウケる。高子さんに頑張りよった。ホワイトデー、はい、ジムのおばちゃんにコンビニのお菓子詰め合わせをお返ししました。うん、気持ちですと一言添えて、うん、金額やものじゃなく気持ちが大事なんじゃないかなと思うんですが、うん、どうでしょうか。また野菜じゃんけんパングー。負けた。欲しがりな高子メニア長谷川でした。いや、いいんじゃないでしょうか。うん、気持ち、だってもらえるだけ。そうですよ、ありがたいですよ。なんかちょっとしたサプライズになりますよ。うん、ほんと。っていうか、まず女性の皆さんはあのお返しあんま求めない方がいいかもしれないですね。だね。うん、だね。だって大変じゃないですか。まあ、もらうのも嬉しいかもしれないけど、ね、うん、うんうん、もらう方ももらう方で、あ、やばいってなるじゃないですかね。うん、お返しとかも、うんうん、ね、いいよ。本当にあげないといけない人にあげてください。うん、あのね、いろんなね、仕事関係とかもあるじゃないですか。うん、そう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 、うん、まあね、うん、いただいたらお返しするっていうところでいいんじゃないでしょうか。うん、それでいいと思います。私あのよくそのホワイトデーの、うんうん、もらった方からのお裾分けを食べています。それが一番うまい。全然関係ない人のあれで、うん、そう、あ、そう、もらったから食べるとか言って、はい、食べますって言って。その味がめっちゃ美味しいんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてこちらいきますよ。はい、名護美人の高子さん、うん、ありありアーリーさん、はい、大城さん。はいさーい。はいたーい。
バカはなんとやらで風邪をひかない背番号15番ですよ。ジンジロリン。お久しぶりです。久しぶりです。ありがとうございます。ホワイトデーか、うん、バレンタインでもらったのは俺一人分だったけど、あ、うん、俺一人分だけどお返しはスタッフの人数分だから2倍3倍じゃ効かないよ。ちなみに幼馴染の奥さんには幼馴染と夫婦で楽しめるようにシャンパン的なのとスイーツをお返しであげました。ほう、なんと、ほう、素敵やない。幼馴染の奥さんには幼馴染と夫婦で楽しめるように、うん、シャンパン的な、素敵。あ、ちゃんと考えて、うん、やるじゃん、やるじゃん。背番号15番さんやるじゃん、素敵。いや、いいな。私もシャンパンにしとけばよかったかな。いや、でもなくなっちゃうから、もう枕で。そうだね。でもシャンパンもらったら嬉しいですよね。なんかだってなかなか自分で買うってないじゃないですか。ないないない。もらったらもう超嬉しいな。そうだね。なんか気軽に飲むってわけでもない、スパークリングワインぐらいしかね、飲むってあれではないので、シャンパン嬉しいよ。シャンパン、いや、素敵やで、素敵やでな、うん、ありがたいですよ。ありがたいで、あ、なんか素敵なホワイトデーになったんでしょうね。うっちーさんいらしておりますね。ありがとうございます。毎度常識の範囲内でお返ししたらいいんとちゃう。本当そうですよ。そうですよ、うん、別にね。はい、長谷川さんもいらしておりますね。ありがとうございます。俺さんもコインありがとうございます。私うまい棒いただきました。ありがとうございます。うまい棒いただきました。ちょっとクソ忙しいのでコインだけと。ありがとうございますね。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。本当そうだと思います。でね、今ね、あれなんですよ、沖縄のリュウボーね、パレット、ありますね、文字、リュウボの方で、あの伊勢物産展やってて、なんとあの赤服が手作りで出てくるんです。手作り、はい、出来たてが出てくるんです。最高やないか。私はそれがいい。なんか 赤服ってなんか3個から欲しいですね。なんか3個からなんかいっぱい入ってるじゃないですか、うん、あ、でも2個入りもありますよ。あ、ちっちゃいのあります、うん、2個入りもあるんですよ。実は本当に、うん、いいこと聞けた。2個入りもあって、これお話ししてたんですよ、うん、なんか多いから、うんうんうん、一気に食べたいじゃないですか、うんうん、もう美味しいうちに、うん、かといって冷蔵庫入れちゃったら固くなったりとか、うんうんうん、まあ、それが好きな方もいるかもしれないですけど、私はもう柔らかいうちにね、食べたい。2個入りがあります。2個入りがあったか。私はそれで足りないんで。高子さん一気に全部食べそうですね。はい、あ、素敵よ赤服。うっちーさん、うん、今名古屋にいるけど赤服大量に売ってるで。そりゃそうでしょうな。そりゃそうでしょうね。私はちょっとあの、はい、赤服調達しに行きたらいいなと思っております。あれも超美味しい、もう超うまいですよね、うん、何と食べますか、飲み物は。私はですね、うん、あのあれです、あのお茶、お茶です。最高ですね。あの玄米茶でもいいですし、ほうじ茶でもいいですし、お和ですね、あとは抹茶、最高ですね。お茶立てて本当にの方が美味しい。 あそこまでのあんだった、はい、そうして、ね、そうそう、のりぽんがね、夜中とかそれをね、あの赤服を冷蔵庫から取り出しの、もうお母さん太るさとか言いながら食べる。じゃあ食べなければって思う。やばい。私お茶入れつつ2人で食べてるっていうのが素敵な家族。ありますけど ね、あ、ちょっとこちら、うん、もう一ついきましょうかね、はい、いけますか、アリ、うん、はい、はい、高子の結婚に向けてのメールレッスンはまだ続いてたんだ、笑い、知らなかった。日付変更戦のみのネタだと思っていた。お互い頑張ろう、今年なんかあるはずよ。はい、劇団大勢のリエさんです。
リエさん365日のメールレッスンだから続いてますよそれだけは言っとく、続いているありがとうございます。お二人美人だからもう、いや選んでるんですよお二人は。まあ選んだ方がいいですけどちょっと選ばせてください一週に一度なの、うんうんうん、2回3回はできないたちなんで、もうね選ばせてください。早い者勝ちですよ本当にもう皆さん本当にリエさんありがとうございます。リエさんありがとうございます。お互い頑張りましょうこれあの大勢の七不思議だから、あのなんで結婚しないんだろうって、うん、あのでもひとしさんが結婚してしまったから、ね、七不思議の一個が消えたっていうことになります、うん、ねね、えちょっとねそこはね、うーん私もわからない。いやでもね私もわからないんですが、うんうん、いつかは結婚できると思います。そうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。さあさあさあお時間となりました。はい、はい、次は22日水曜日となります。やった。さあちょっとここで告知がございますよ、はい。火曜おりちゃん担当しておりますうどんちゃんと柳田京香が出演する舞台インヘリット沖縄主催の長瀬アイランドが29日30、31日の3日で、計5回公演、手田子小ホールで上演いたします、東京からの演出脚本演出家を招いて送る舞台ですので、なんとその舞台にですね、もううちの足前の大御所重鎮でございます平進先生、うん、あとその娘さんの律子さん、あと高宮に種人さんも出演するという、すっごい圧がすごい舞台となっております。まあ、あの3家族のお話を中心として動いていきますので、ちょっとほろっとするような形になっております。ぜひぜひ皆さんこちらの方も足を運びください。あと4月1日2日劇団大勢50回本公演私立羽ばたき学園ミュージカルやります。こちらあの今チケットの方もご予約受けたまっておりますので、日時指定でよろしくお願いします。場所は天ブス那覇天ブス館天ブスホールになっておりますので、こちらの方も要チケラッチョで。いやさあ、この後は、はい、あ違う22日のトークテーマいきましょう。はい、トークテーマは何にしようかな。好きな焼肉の部位。あいいですな、目の前に焼肉屋さんがございますから、ね、そうそうそう。ではこの後は、はい、しんとすけとケージャージのオリジンアワーお楽しみください。お楽しみください。それではまた来週バイバイ。バイバイ。いや焼肉すかいいっすね。肉食べたいな。